いらっしゃい。<laughs> あなた、別に本を読むわけでもないのに、毎日通っているのね。今日もお勉強かしら。本当に真面目で努力かね。素敵よ、そういうの。はい。図書室利用カード出して。いつも通りハンコをしておくから。 帰りに声をかけてねじゃあごゆっくりあの子今日も来てくれたいつも勉強だって言ってるけど本当は私に会いに来てくれたのよね必ず私の目をまっすぐ見てくれてカードを渡す手が3日に1回は触れるもの そして極めつけはあの子がいつも座る場所必ず私の目の前委員会でここから動けない私のためにいつもあそこに <laughs> 本当に可愛いわああ いつ声をかけてくれるのかしらずっとずっと待ってるのよさあ早くえああ図書室の利用ねはいカードお預かりしますん本一冊取ったらすぐ行くじゃあ はいこれご利用ありがとうございました後でちゃんと返しに来るのよ危なかったわ一般の生徒なんて普段あんまり来ないからぼーっとしちゃってた変な顔してなかったかしらあの子のことを考えると つい顔がふっとりしちゃうのよね <laughs> それにしてももうあの子がここに通うようになってから1ヶ月は経つのに全く進展がないのはおかしいわここは先輩の私から一歩を踏み出してあげないといけないのかしら よし。ねえ、あなたいつも何の科目を勉強しているの <laughs> 驚いた顔も可愛いわね。えあ、<laughs> 何でもないわ。こっちの話よ。ふーん。あの大学を目指してるの。確かに、 一朝一夕では目指せないところよね。将来何かやりたいことでもあるのえその大学に憧れの人がいる <laughs> うーん。そういう理由で目指すのまったく、あなたったらそんなにその人のことが好きなの <laughs> ねえ、それ、 私じゃダメなの嘘よ。そんな。だって、じゃあどう説明すればいいのあなたが一ヶ月前から毎日図書室に通ってくれて、私のことをちゃんと見てくれて、たまに手が触れて、いつも私からよく見える位置にいてくれて、 本当は私が好きなんじゃないの本当に違うのなら仕方がないわね。諦める私がそんなわけないじゃない。年頃の男の子なんだし可愛くて綺麗な先輩に愛されたらたまらなくなっちゃうでしょ それに、図書室じゃないと勉強がはかどらないから来ているんでしょう大学受験までの間、毎日こうして耳元で囁いて、甘い香りとスカートから見える太ももで、誘惑してあげる。もちろん、勉強しに来るからには、私も教えてあげるわ。 数学も、英語も、それ以外のことも、ね。私が卒業する頃までにはきっと、私の進学先を目指すようになるわよ。<laughs> お口がパクパクしてるわね。私ね、あなたが一歩踏み出してくれるの。 ずーっと待ってたの。でも、私から歩み寄らないと、先に進めなそうだから、手取りや足取り、教えてあげることにしたわ。いいこれからも毎日ここにいらっしゃい。私があなたの正しいレールを作ってあげるわ。ね。